高橋一生、斉藤光、滝藤健一の3人があえてむす。婚しない独身アラフォー男性を演じるラブコメ。Dドラマ東京独身男子、毎週土曜夜11:15テレビ朝日系が4月13日土曜日にスタートした。結婚しない理由を、なぜか上から目線で語り合う男たちを見た視聴者は、SNS 等でめんどくさい人たち完全にこじらせ男子だわわらショーと評しつつも、高橋一生、うざかわいい、3人の誰でもいいから結婚したいと早々にハマってしまう人たちが相次いでいる。AK、あえて結婚しない男子たちのトーク。新妹が苦笑メガバンク勤務の石橋太郎、高橋一生と、新美歯科クリニック院長、三好玲也、斉藤光、法律事務所のボス弁、岩倉和彦、滝藤健一、和氏。ことも私生活も充実していて、何でも一人でことあし、りるため、あえて結婚しない人生を選んでいる。結婚に不安のない3人は、夜な夜な太郎の部屋に集まり語り合ってはて料理を食べたり、今のままで十分、独身生活幸せですと言って自由な独身生活を謳歌しているが、三好の妹カズナ、中リーサからはそうやって AK、 あえて結婚しない男子同士わちゃわちゃしてると、いつまでたっても家庭も手間せんよと眉を潜められてしまう。ある日、太郎は3年前に別れた元恋人の舞、高橋メアリー純と偶然にも再会。同じ頃、バツイチからモテ期に好転した三好は自身のアイデンティティに関わる問題に直面して不安を感じていた。岩倉は郷里の父が病で倒れ、突然自宅で介護をしなくてはいけない状況になる。それぞれの身に起きた出来事が3人の気持ちを動かし、彼らは結婚を強く意識することに。しかしすぐにうまくはいかず、難婚ワールドに足を踏み入れた第1話となった。女は本質を SNS のアイコンに隠しているなど陳言連発。AK 男子3人が集まると、世の女性にはトンチンカンに思えるセリフが次踊り時と飛び出す。結婚は女に自由を与え、男から自由を奪う。太郎、三好玲、岩倉という、彼らの基本コンセプトは勝手すぎるし、女はその本質を SNS のアイコンに隠している。三好と世紀の大発見をしたかのようにはしゃいでる彼らは、外面があれほどいい男たちなのに、中身はまるで中学生のよう。しかし、女性視聴者の反応は悪くない。めんどくさい人たちだけど、愛すべき男たちって感じ。こんなに高スペックなのに結婚しないのもったいない。高橋一、生の白ワイシャツにエプロン姿、ハズルイフとローちゃんが作ったパスタ食べたいなどの声が SNS に集まっており、高橋ら3人が見事に愛されるこじらせ男子を演じていることがわかる。一癖も二癖もあるキャラクターが集結しているのに、3人の誰でもいいから結婚したいといううつぶやきまで出ている。今後どんな恋愛模様が描かれるのか楽しみにな。だ、視聴者も多いだろう。次週、第2話は4月20日。と、放送。再会した舞への気持ちが再燃してしまった。ふと、ローが電話でプロポーズをした。
太郎は直接会って話したいという舞のもとへ向かおうとするが、三好と岩倉、和名も思いとどまるよう忠告する。一方、三、この和桃子、桜井由紀、おデートに誘い、順調に席。係を深めるが、そのタイミングでハプニングが。襲う。